はいさーい、はいさい。今回こちらでかい、これコロダイっていう魚なんですよ、うん、前回ね、マクブ狙いで行ったんですけど、これアーズが釣ったやつですね、うんうん、じゃあこれどうします。めっちゃでかいですね、これ、うん、70センチあるんですか、これ。過去に鼻ピスタ跡があるんで下がったら、ね、あ、ほんとだグレてたね、こいつは鼻じゃないの、ここギャングギャングこれで今日は何を作るんですか。いってやれ、たけし。今日はこれでですね、うん、何作るんですか知らねえよ知らなかったか、知らねえよっていう。名付けてレインボー魚肉ソーセージ作ります。おっ、魚肉ソーセージ、レインボ ー, レインボー、すごい。レインボー、なんかね、今魚肉ソーセージが巷では話題らしい。この高級魚で毒々しい魚肉ソーセージを作っていきますよ。毒々しい、そもそも初めて作るからね、成功してないかもしれない。あ、ソーセージ自体を、うん、料理人だからな。おお、できるんだよ。お店もあるし。おお、ハードルをどんどん上げていく、うん、経営者だからな。じゃあお店閉めるきっかけができそうだね。すでに鱗は取られてる。まあ鱗はね、さっき取ったんですよね、うん、あのカメラに飛び散るからパーって、サムネ撮る前に鱗取るからびっくりしましたね。本当はちょっともっと黒い感じの魚でした、うん、まあちょっとヌード的な感じがいいんじゃない。あー、たまにはね。そうですね、いつも洋服つけて写ってるからね。チラ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 見せたもんね、ちょっとドキドキしますから。喜びますから。まずは内臓の方を、もうなんか取ってみーってね。あ、そう、今回はね、はい、この形を生かしたいね。普通に頭とか落とさないで、そうそうそう、さばくってことですね。はぁ、また珍しい寒いから。あ、鱗めっちゃ残ってる。ちょっと恥ずかしい感じですか。いや、全然、いつも通りよね。これがいつも通り。まずいでしょ、人としてまずくない。何切れたんすか。いや、久々のなんか動画だからキャラ忘れてた。レッツクッキングも忘れてますからね。あ、誰か一緒にやってくれる人いないかな。隣にいるじゃないですか。はい、じゃあ やります。はい、た、はい、ちょうどたけしね、鉄拳のよう書いてるんですよ。鉄拳セブンって書いてて、さらにこれ、あの、これです。あ、これ鉄拳のキャラクター全部映ってない、これ。おぉ、どっといの、日本王者決定戦ってかっこいいな。これも、今一番あのプロゲーマーに近い YouTuber って言われてるんですけど、なかなか一応結果が残せなかったと、はい、この大会出たんですけど、うん、なんか今年中にはなりたいなと思って、じゃあ、うん、プロゲーマーレッツクッキングいきますか。やりますよ、うん、あ、じゃあ鉄山鉄工レッツクッキングする。鉄山背中じゃないですか。いいですね、鉄山。じゃあやっていくぞ。おお、原子が溜まってきたぞ。レッツクッキング。できてた、できてた、できてました、できてました。やばい、相打ちでした。ちょっとマクロクさんが思ったよりダメ勝ちしちゃう。ダメ勝ち、ダメージ勝ちってことですね。そんなのある。なんで今ちょっと言ったこと後悔したかもしれない。ちょっとマイナーすぎたから、ね、そうそう、格ゲーゼマジで。はい、はい、さばいていきましょう。さばいていこう。相変わらずもギャラクシーを使っていくという。そう、100均からいつまでたっても案件来ないですよ、そんなこと。ダイソーを諦めてキャンドゥー当たりで。キャンドゥー。おー、身が綺麗。いいですね。さすが、タイみたいなもんですか。まだちょっと凍ってるな、サクッと音が聞こえる。これコロダイっていう名前なんですけどね、うん、タイなのかなと思ったら、なんか方言ではクレイミーバイっていうんですよ、うん、あ、ミーバイなんだ。どっちよみたいな。ミーバイっぽくないよね、見た目。ハタなの、タイなの、どっちなのっていう。あ、けどタイは なんていうんだっけな、なんかこういう、あ、あやかりタイっていうのがいっぱいいるみたいな。あやかりたいだったかな。なんかこのタイの名前使ってちょっと俺すごいぜって言い張る魚がいっぱいいるって。あ、なるほど、タイじゃないけど、うん、ちょっと勝ち上げようぜみたいな。そうそうそう、なんか糸よりダイとかもそうだったかな。あ、まあ多分違うかったらコメントに書かれると思うから。このね、斑点もね、これまたおしゃれでいいっすね、うんうん、確かにね、黄色い斑点。海海のパリコレですよ、完全に。パリコレですよ。おしゃれだな。レディーガガの肩に乗せたい。喜ぶと思う。すごい馴染みそうですよね、レディーガガの場合。あ、これファッションだって。一回ファッションリーダーになったら、何やってもなんかファッションに見えてくるから、恐ろしいですよね。確かに。取れました。おい。いいですね。美味しそうだな、油を持ってて。美味しそう。確かに。あれ高級大の一匹ですからね、さらにこれ。もったいないような気がしてきた。これで魚肉ソーセージ。これで魚肉ソーセージ作って、美味しく作ればいいんですよ、結構ね。美味しかったら。唐揚げにするまた。またですよね。よろしいよ、うん、サク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 。これね、コロダイ釣った時びっくりしましたもんね、本当ね、朝がね、うん、俺がマクブ釣りに行ってて、なぜかコロダイが釣れるっていうね、うん、
多分アーズもこの動画見て魚肉ソーセージにしてるからびっくりしてるんだよ。びっくりしてる。それで溶けるのびっくりしますよ。これはね、普段煮付けとかですね、これ刺身とか、うんうんうん、そういった感じでやると美味しいらしいですね。あと味噌汁とかもいいらしいです。出汁が出て美味しいって。魚肉はなんて言ってたの？魚肉はないです。一言も言ってない。料理の方に何も書かれてなかったです。魚肉については簡単に作るようなもんじゃないかな。魚肉と言ったらっていうイメージでもないですどんな魚が魚肉ソーセージになってるんですかね。まあ安いやつとかじゃない。安いやつ、あと足が速いとか。シイラとかですか？あ、そうか、シイラ。そういう、シイラもね、よく刺身とか天ぷらとかによく使われるんですかね。あ、そうだね。久しぶりじゃないですか、これ魚さん。僕も本当そう、何ヶ月ぶり。え、そんなにですか？2ヶ月とかで、森さん相当疲れてますね。何ですか？魚さん僕だけでこんな汗めっちゃ疲れてます。フィットネスダブルになってますよ。これができる旬ですね、旬食べ頃初心に戻ろうかなカメラ緊張するうりに戻ろうかなそこまで遡るんですか。カンパチの動画もすげえ汗かいてたからねそうなんです。本人しか分からんだろうよいしょ。はい、いいですね。よいしょ。おぉ、綺麗に入っていった。あ、バラを。じゃあ2つ目ですね。あ、いいね。あ、すごい綺麗な裏がないぞ。さばけてますね。気持ちいいですね。はい、じゃあ今度はね、骨外していきます。腹骨ですか？腹骨を。ちょっと変わってんの。今回はね、魚肉にするからもう皮も皮ごと入れるんですか？さあどうぞ、究極の選択です。探そう。探します。究極じゃなかった。いや、なんか皮引きやりたかったみたいな。あと口当たり悪くなりそう、本当に。あ、色問題もあるから。うん、よいしょ。口当たり重視で、うん、おー、綺麗ですね。ギャラクシーやらぎ。ギャラクシーですね、これも。あ、これもギャラクシーだ、すげえ。ヤナギババージョンもある、うん、これ一つで十分ですよ、もう100均で生活できる世の中来ましたね、もう。いや、お店もオープンできるんじゃない、100均で。100均で、うん、クオリティ高いですもんね、うん、最近やってみる、100均でお店オープンさせたってすごい安くでするそうですね、これバイト祭の時は100均でするんですよね多分そこ入ってきた労働局18円ですか消費税そして楽しい職場ですってやるブラック暗黒企業ですね、完全に不自然な笑顔で、あの広告に載せよう。なんかゲッソリしたような社員がこうインタビューに答えてしかもめっちゃニコニコして若干青田も見えるという何があったしあとみんな謎のペンダント草咲くしかも番号が書かれてるおお、一発いった、すげえ。ああ、顔も取り戻してきたぜ。孫子さんは自分で魚を飼って捌くということはあまりやらないですか？やらないですね。魚が骨ついてるって初めて知った。最近最近海水入って切り身でしたか、見たことなかったのに。浅い経験だったんですよそれで伝説の料理人って言われても否定してなかったからそうだね、伝説だねクソやん。すごい肝ったまま座ってますハッタリだけで行ってきたんですよ。ハッタリだけで今までの人生どうにかなった。一回石油を信じさせたからな。マジっすかその人に壺売れば儲かってたんじゃないですか幸せの。たけしもなんかこの前動画で上手になってたなと思って。ひっちゃんとかなんかみんな魚さばくの上手くなってるよな。いや、そんなことないっすよ。自分はまだ下手くそっすね。そう、忘れちゃってるんだよな。上手くなれば嫌でも上手くなるようにさばいてますもんね、本当に。お、綺麗。これをこいつで。あ、ミキサーいい感じの大きさにカット。あ、もったいない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 。バタギ、バタギ、バタギ、バタギ。出た、味の濃いやつ。卵白。いや、ハローが俺のミスマッチしてるな。ここで双子の卵が出るというハプニングじゃないかな。出る人はよいしょ。なあ、さすがないか。持ってねえな、俺は。よいしょ。長芋。ソーセージってこの長芋を入れるんですか？すり身のやつは入れる、つなぎで。塩。塩です。結構、こう入れますね。切り身と、とろろと塩と、卵白。卵白。片栗粉も。粘り気を出していく。そうそう。
なんか入れたいのあったんですよ。俺がいいんですか、そういう。はい、じゃあ混ぜていきます。はい、おー、これだね。助けて、助けて、一緒に抑えてくれ。あれ投げして早くよ。おー、おー、おー、急に作動するから指突っ込まれるんですよ。たけしーって大丈夫じゃないですかって、うわーそのまま吸い込まれてる魔法場みたいになってる。確かに汗がこっちが出てきて、じゃあ混ぜて、よいしょ。何周も何周もしてるんですけど流れのあるプールみたいになってます。編集で3日後って出ないのかずっと目の下クマになって俺ずっと青ざめてから水、水って監禁されて、上から上からだんだん腐ってって色がもう変わって7色になってるという完成です。あ、そういう意味だったんだ。もういい、もういい感じでいい。煙出てないですか、待ってください。あ、煙出てる、煙出てないですか。煙出てますよ、これさ。え、どうぞ。ミキさん、限界迎えてますね。あ、くそ、大丈夫です。モーターがちょっと加熱すぎたかな。確かに、ちょっと頑張りすぎた。魚を中途半端にコッパ水にして折れました、ね、包丁で叩くか。あ、けどミンチになってる。そこにミンチが溜まってる。そこだ。あ、うん、そこに入ってるだもん。そこだまりミンチがうまいっすね。そこだまり、なんかちょっとゴロが水溜りボンドみたいな。いや、そこ溜りミンチが、いや違うんですよ、みたいな。そこ溜りミンチがめっちゃうまいんで。そこ溜りまさかの、ね、放送事故ですね、これ。ダブル包丁、なんか復活したみたいなんで、うん、再度これまた満タンに入れたらバカ野郎だよ。ミンチがね、ある程度できましたね。ねりねりですね。これをじゃあ分けていきますか。パッと見ネギトロにも見えますね。確かに。レインボーですからね。レインボーだけど5色です。7色っていうイメージありますけどね。うん、そんなイメージぶち壊そうぜ。俺らで。人それぞれのレインボー、俺たちだけのレインボー。そういう昔の昭和の曲にありそうだ。エンディングテーマ、俺たちのレインボー。夏アニメだな、それ。これに今から色を入れていく感じですか。そうだ、まずはこれ紫、紫の代名詞みたいなんだけどね。紫って言ったら何がっつったら、うん、大体ベニーボスもね。そう、それかヤンキーの爪だよ。ヤンキーの爪。ヤンキーの爪、紫なんですか。なんかヤンキーの女の。あ、女だなぁ。口紅とかね。それなんか指挟んだ爪なのかなと思って。ヤンキー。ドアに向いていかんっつってね。さすがに爪入れるわけにはいかないんでね。ヤンキーの爪を取りに行くのが難しいですよ。難しいよな。ほらーって。今日は取れませんでした。いっちゃん押さえとけって。痛い痛い痛いって言ったら指チプチプチ。GT 取るより難しいから、ベニーも今回は使用しましたね。マジのスープでも言いますからね。あ、なんか美味しそうだね。これ甘いんですかね。もうそうだな。絶対味覚のハローが。あんまり味しないですね。何が入ってると思うんですか、こんなの。書かれてるんだが、今、ベニーモフレークって。わかんないよ。そのベニーモの中に何が入ってるでしょう。原材料。金魚の餌とに合いそうなあれですね。お、めっちゃ紫。あ、無視されただけ違う。めっちゃ紫に負けましたね。めっちゃ紫に負けた瞬間出たー、ハルオの物体。これはもう話振りませんもん、じゃたけしのクイズ、何が入ってるんでしょう。第1回です。第1回。これ誰ね、誰ね、待ってる。もうこれはもう何色かって言われたら何色ですか。もうやめるわ、俺もクイズ。マグロクイズもやめるわ、最終回だわ。この撮影で2人死んだっていう。怖くなってきた。たった1秒黙っただけでもすぐ自信なくすから。メンタルやばいっすね。
映る光景後ろの正面だれこのまま止まれ時間の中で変わらぬ景色同じ風景俺ら進んだあれが終点かくれんぼ今を見つけにらめっこ明日を見つめ